罠にかかって閉じ込められた海賊船。助けたキャプテン・ギャクと共闘し、新たに手にした海賊の力を使い、ピッグとシープを追い詰めますが、一歩及ばず。舞台は海の底へ。さあ、空太郎の物語へ。月の深海では神秘的で恐ろしい不思議な海の怪物たちが自由気ままに暮らしていました。月の女神が倒れ、悪逆な暴君が台頭すると、怪物たちは彼らを治める海の神、怪人と共に支配に抵抗しました。怪物や怪人の力を恐れたムーンベアキングは、ピッグ将軍とシープ将軍に命じ、海を汚す油を撒き散らしました。闇の魔力の影響で、海の怪物たちは強欲な悪しき生き物と化してしまいました。小さな勇者たちが潜った海底は、暗く濁った水に覆われた日の光も届かぬ闇の世界でした。なんやのこの海、汚くて前が見えへんわ。どないなっとんの。二人がたどり着いたのは、海底深く眠る古代の神殿でした。そこには巨大な神が黒い油に巻かれ戒められていました。ここは何やの。大丈夫か。何があったんや。ルグジョ鳴らす素敵なところ、怪人様の治める神殿よ。怪人様、神様おんのにどないしてこんなんなってもうたん。トライデント。トライデント、それって何やの。トライデント、トライデント、トライデント、偉大なトライデント、怪人様の水間などを盗まれた。それってピッグとシープの仕業か。クラーケン、カリバス、勇者。勇者よ、お願い、最後の希望をカリバスで、カリバスで、倒して、倒して、あのクラーケン、クラーケン、取り戻して、トライデントへ、お願い、勇者よさあ、ついでに、妖精のおちびちゃんも一緒にね。おまかせ役、歌ろうに。彼はいつでもヒーロー、悩みゼロ、もう大丈夫。それより宇宙星ちゃんね、太陽の娘でやっつけたるで、正義のためにヌーベアキングもな。よかったよかった、よろしくね。アホなことやらせんといてや。クタロー、カリバスの勇者よ、海のためにクラーケン退治、行く手にまつは伝説の魔物。
海の生き物たちがこのままではダメだ。怪人ファンが悲しみに暮れとる。イカたちがうちらをクラーゲンとこまで連れてってくれるんか。お前慌てて、あんたらにとっては命の危機やもんな。クータロ、海に平和を。イカやウニやイクラやエビやトロを救ってくれ。アナゴにホタテ、それから白身や青魚も頼む。優しい神様でこのイカたちも幸せやな。俺のイカちゃん誘導してくれとるわ。ほんまありがたいわ。頭撫でたろか。元気になった。ええな、うちもうまいもん食いとなったわ。新鮮でピチピチしたもんがええな。寿司とか。クー太郎は寿司ネタに失礼、海産物、あ、いや魚介類、もとい海の仲間たちに導かれ、クラーケンからトライデントを取り戻す冒険へと旅立ちました。新鮮で美味しいお寿司のために。何言ってんのよ。ちゃうやろ、すべてはモンストのためや。ちゃうちゃう、今の間違い。海の平和のため、世のため、人のためや。もはや手遅れです。怪人の使いのイカたちはクー太郎を乗せ、クラーケンの潜む海の底へとひた走りました。深海に漂うクラゲを飛び越えて、海底の隆起を乗り越えて、鋭い刃のような岩を押し下げて、クー太郎は進みました。海溝の斜面を下るにつれて、不気味な海の怪物の姿は増えているようでした。その時です。頭部に光る突起を持つ凶悪な魚が牙を剥いて襲いかかりました。ちょうちんあんこうか。あんこうや。クー太郎の苦難は続きました。さらなる深海の怪物がクー太郎を待ち受けていたのです。カニや。あんこう鍋もええけど、カニ鍋もええな。迷うわ。ほんまどないしたらええねん。深海の怪物たちの執拗な攻撃をかわし、クー太郎はクラーケンの元へ急ぐのでした。浮遊するクラゲたちもまた怪人の使いでした。早く動く術を持たぬクラゲたちは要所要所で足場となることで、クー太郎の進行を助けました。そやったんか。恩に着るで。暗く深い海の底にクー太郎はたどり着きました。光は頭上遥かに遠く、水の汚れと相まって、あたりよく岩の中からサメが現れ、クー太郎に迫りました。乗せてくれるなんてサメやん。サメタクシーやな。裏道知ってて心強いわ。
古の沈没船の残骸が海底に静かに眠っていました。イカの群れがまるで死者の魂を弔うかのように繰り返し繰り返し厳かに揺れていました。暗く深い海の底に空太郎はたどり着きました。光は頭上遥かに遠く、水の汚れと相まって、あとは夜の帳が降りた。でっかいアンコウが来よる。邪悪な油の影響か、不自然なまでに成長した提灯アンコウが空太郎を襲いました。古の沈没船の残骸が海底に静かに眠っていました。イカの群れがまるで死者の魂を弔うかのように繰り返し繰り返し厳かに揺れていました。暗く深い海の底に空太郎はたどり着きました。光は頭上遥かに遠く、でっかいアンコウが来よる。邪悪な油の影響か、不自然なまでに成長した提灯アンコウが空太郎を襲いました。古の沈没船の残骸が海底に静かに眠っていました。イカの群れがまるで死者の魂を弔うかのように繰り返し繰り返し厳かに揺れていました。このマスト倒されてしまいそうや。伝説の魔物クラーケンはピッグとシープがまき散らした闇の油の影響で邪悪な悪魔になり果て、海の生き物を切り刻んではその亡骸を飾り立て晒し物にした上で食らい尽くしていたのです。なんつう人、いらっしゃい。何逃げるやしょうか。うちはトロやな。大トロや。トロ、タコなんてどうです。うまいっすよ。タコなんか嫌や。食いたいね。トロだけ逃げてんや。他はいらん。うちは客やで。お客様やで。神様やで。てやんで、べらぼめ。このど素人が寿司屋のしきたりも作法も知らねえやつは客じゃねえ。とっとと食えれ食えれ。
月に参観お待ち。かわすんや、こないな寿司うちいらんわ。取った皿は戻さないのがルールですぜ。なめよってからに、こないなったら戦争じゃ。残りの足も全部切り落としたれ。おお、吸い込んでやらもっと早う、工場や。珍しくて新しいメニューがクラケン寿司のこだわりで。部活に乗ったらあかんで、こんなんまがいもんや。頼みやがって店潰す気か。塩撒いてやる。ここ海ん中やろ、どないして塩撒くねん。
ネタ切れだよ。もっぺん勝負や。ヘイ、上がり一丁。しつけえな、お愛想だって言ってんだろ。この。やあ。ヒイ。やあ。ヒイ。ありがとうございました。で海は元通り、サンゴはピンクでワカメは緑、ヒトデはオレンジ、ヒトデがオレンジ、トライデンすべては元の姿、そすべてがすべてが海の旅の見技、カニバスの勇者を称え、うちはおまけの出しゃばりひまわりの種もそこにいるやらそつきにせいすべての世界に世界に光を光平和を平和すべての世界に勇者クータローよ、お前のおかげで月の海はかつての輝きを取り戻した。深く感謝する。ありがとう、ありがとう、海がもっといい。もういい、クータロー、お前に感謝の印を授けよう。カリバスに新たな力を宿した。お前の道の助けとなろう。少年の未来を切り開くカリバスに怪人の魔法の保護から新たな力が与えられました。それは運命の荒海を渡る力となるか、災いの嵐を呼ぶのか。クータローはカリバスと